秋の方から見させていただこうと思います。お願いします。じゃあどうぞ。自分の占い決算っての初めてだな。大事ですよこれ。カットカット大事なんだ。そんなに重たい飛んだ今飛んだもいいですか。飛んだもそうです。はい、あ、それを避けるんですね。あ、はい、基本的に鑑定しているときは、まあ、その時に読むこともありますし、避けておいて後で見てあげる。わー、緊張する。何が来るんだろう。健康、健康、はい、これが、仕事、はい、対人、雲、はい、これが勝負。わー、全部気になる。最後、出世です。あー、まだ僕出世できるんだよ。田中のジャンプちゃんも書いてみます、ね。はい。はい。じゃあ、健康ですね。おお、なんか王様っぽいのは。これはそうですね。王様の王様。おお、なんかオリンピックっぽい。良さそう。仕事、対人、めっちゃ戦ってる。金、欲がすごい。欲がすごい。学問。おお。これが勝負ですね。うわ、なんかぽいものばっかり。最後が出世で、うわ、隠居してる。ジャンプしてる。ああ、ジャンプしてる子、これを伝えたかったんですね。はい、なんかきらびやかなもの。ロイヤルストレートフラッシュみたいな。すごい結果が。一つずつ見ていきますね。はい、お願いします。まず健康に関しては、はい、結構ね、しっかり管理できている。ご自身の健康はご自身で管理できているようですね。うん、自分の健康についてはご自身でよく管理できているみたいです。またもう体重とかね、増減するとやばいなと思って走ったりとかしてるんで。ああ、なんかすごくもう本当にきっちりとご自身のことはご自身でコントロールできている状態です、ね。うん、まあ、それなんか出世とかのところに入ってほしいな。全く問題ないです。あ、よかった。はい、すごくいい状態です。体の方が心配せんで大丈夫ですね。そう、体大丈夫です。うんうんうん、仕事に関しては、はい、ね、これ、天をこう指しながら下も指さしてるんですけど、はい、あ、本当だ。タロットカードって上が夢とか妄想とかが描かれがちで、うんうんうん、下が現実を指す。要は自分の夢がもう現実にできる。はい、で、この人机の上にいろいろ道具あるじゃないですか。この人マジシャンって魔法使いなんですけど、はい、準備できた。だから自分の中にもう夢を実現する準備はできてるっていう状況なんですよ。だから本当に仕事においてこうステップアップするタイミングには来ている。なんですけど、このまだ行動は見えない、準備ができたっていう状況であって、準備ができているみたいなところで止まってしまっているので、あ、もう本当にそうかも。逆にちょっと対人なんですけど、めっちゃ戦ってるし、すごい強いんですよこの人。はい、まあ刀をね、奪ってしまうほどの強さ。でもそれによってもう離れていく人が出てしまう。逃げていってる。ちょっとね、強すぎるかもしれない。対人関係においてコミュニケーションがやや強すぎて、ちょっと傷つけてしまう人が現れてくるかもしれないので、気をつけなきゃな。やっぱりその刃物っていうのはね、その便利に使うこともできれば、それこそ包丁みたいに料理することもできれば、人を刺すこともできるみたいな、こう使い方次第で理解用にもなるものなんでね、やっぱり言葉コミュニケーションもそうですよね。人のことをこう喜ばせることもできれば、傷つけてしまうこともあるんで、やっぱり対人関係においては少し言葉の選び方みたいなのは、気をつけた方がいいかもしれないですね。もうめちゃくちゃ気をつけないといけない。もう人狼ゲームやってるとね、なんか散々人傷つけるからね。無駄に警戒されますもん ね、 ね、ちょっとね。ただ即決は占われるんだこの場面でみたいな。めちゃくちゃ刺してるんだろうね、ずっと。無自覚なままなんかあるんでしょうね。多分慎太郎くんとかも何個も刺してるんだろうね、多分。だからね、気をつけよう。そう、なんか自戒ですね、これは。めちゃくちゃでも自覚あります。そうだと思うんで。金運に関しては本当にね、今を守りたいっていう気持ちが強いんですよ。今やっぱりある程度こう自分が満足いくところまでこう自分の中では満足いっているからこそ、今自分が下手に何か動いてしまったらこれがなくなってしまうんじゃないかっていう不安があって動けないみたいな。
それですごい握ってるし足で踏みしめてるのが、そうで頭にもつけるんですよ。あ、本当だ。この人って要はこう動いてしまったら、うん、亡くならないかもしれないけど誰かに取られるかもしれないみたいな、うん、だこの人はこれである意味満足しているからこそ手放したくなって動けないっていう状況なんですけど、金運においては今新しいことをするような動きはなさそうですね。逆に言うと今が結構こう自分の中では満足できているっていうのも表されてますね。ここでも満足してますね。そう満足してるから、でも動かないです。満足しているから動かないっていうね健康においても焦ってる感じがないですからね。とりあえず現状をこう維持するみたいな感じですよね。そうですね。なんか今が続いてくれれば幸せだなってすごく思うんで。そう。うんうん、で学びにおいてはなんかね自己探求なんですよ今。自己探求。周りから学習するっていうよりは自分というものはみたいなところ。すごくそうそうそう自分自身みたいなところが、はい、自分っていうのはどういう人間なんだろうかみたいな方向に興味が向く時で、あんまり外っていうよりは自分と対話するみたいな自己成長が起こる時に起こりがちなことですね。他人がこうだからとか、じゃなくて自分がどうするべきだったかなとか、このシーンで自分がどうだったかなって自分が主軸になった悩みだったりとか。そうですね、もともとうち兄弟がいてて、うん、2人ともできる人だったんで、うん、自分はやっぱりできない子みたいな感じで扱われてきたのもあって、うん、おかげで自分がちゃんとしなければいけない、自分はちゃんとこう未熟だからっていうのがすごい根底にあるので、うん、どうしたら良かったのかとかすごい一個一個考えますね。なんか自分に向かっての学び、うん、音聞いて出てますね。ごめんね、急に俺がなんかナオトインティライミみたいに急に世界旅しだしたりちょっと自分探しだけどちょっと笑おじ2人でよろしくって言って行ってきたらごめんね。後だけ察しときますこれのせいなんだな、うん、自分探し行ったんだなと思っといて悟りを開く的な自分探し、勝負においては今はどちらかというと戦いっていうよりね、なんか愛が溢れる、周りの人間に対して愛が溢れるみたいなところがあるので、なんか平和的、勝負っていうところにすっごい平和的な、ね、鳩も平和の象徴だし、カップも感情の象徴で、カップから水が溢れる、本当に愛情が溢れるみたいな、勝負のところがすごく平和的なカード出てます。なんかあんまり、そう勝負に対してもすごく平和な思いの方が強くって、はい、勝ち負けよりもみんながハッピーにみたいなところに焦点が当たってそうなのに対人グサグサ刺す。そうあれおかしいの。この人はね、強いから、自分が強いから無意識なんですよ。傷ついている人にも気づかないほどに強いんですよ。なるほど、無自覚に刺してるけど本人は、うん、もうピース平和を望んでるよ。気をつけておきます。もう僕の中の気持ちはもう全然こっちのピースだと思う。そうそんな感じします。やってる成果はきっとこっちなんで。出世においては、はい、なんかね、もう今手に入れてるものがあるのに、うん、失ったものばっかりに目が行きがちって出てるんですよ。本当は残してあるものとか自分に残ったものとかもあるはずなのに、ちょっと失敗した方ばっかりに目が行きがちなところがあるんです。できたことよりできなかったことにちょっと注目しすぎてしまってるところがあるので、自分のできるところをもっと認めてあげて、自分のことを自分がまず褒めてあげるみたいなところが大事ですね。いや、そうですね、すごくこう失ったものとか失敗したものみたいなのを考えて、じゃあ自分はどうするべきだったのか、まあ、考える方に、ね、まあまあね、だからこうなってるんですよ。なんか似たようなおじさんが、その自分が手に入れたものみたいなものを注目していくと、本当にそうして初めて360度自分の結果が見えるみたいなところなんで、失ったところで自己探求するのはもちろんですけど、自分が手に入れてるものっていうのをね、大事にしてあげるといいと思います。この最後にね、ジャンプで出てきたカードなんですけど、はい、今すっごい楽しいって言ってます。そうですね、楽しいです。そう、今って
一緒にね過ごせる仲間がいて、その仲間と過ごす時間がすごく楽しいって出てます。だからいろいろあるかもしれないけど、今すごく楽しいことを伝えたかったみたいな。そうですね、あの本当に感謝してます周りには。すごい多分生きてる中でどん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 多分良くなってってる感覚は自分の中でも、学生の頃の方が楽しかったじゃんみたいなのとかあるんですけど、全然今の方が僕は楽しんで、今ね仲間と過ごす時間が最高に楽しいって出てるんで、すごいそこはありがたい限りです。なんかだからこそ自分がこう足引っ張っちゃかんなって思いとかなって、だからちょっとね自分に厳しすぎるところはあると思いますね、ここのカードもそうだけど、気をつけよう。なんか良かった、楽しいメッセージをくれて。そう今楽しいって。次は過去戦です。なんだろうな、ミジンコかな。結構でも過去戦は、はい、読まれてるご本人だけは、なんかこう心がなんか知ってるってなるって皆さんおっしゃるんですけど、周りから聞いてると思った。またこの子が始めた、またまた、おろなんか同じカードがその引くカードたちがあるんだ、ちゃんと。あ、また生まれた時は結構こう自分の我を通すタイプ、はい、なんかこう自分がやりたいことを結構こう強く周りに通すタイプの子供時代だったみたいですね、こうやりたいようにやるみたいな。もう大人になってというか人生の中期で、失ったものが結構多かったみたいなんですよ、そのことによって。で本当に子供の時代はなんかうまくいってたのに、こういつもなんか情熱を持って新しいことを始めようとは思ってたんだけれど、やっぱりこう今に満足してたところがあって、こう挑戦するということは同時にこう今を失うリスクも持っているっていう中で、はい、自分の頭で考えてることと心が求めてることみたいなのがこう結構乖離してて、やりたいって思うんだけどなかなか始められないみたいなのは、心がこう結構ブレーキになって、こういや今を守っていこうみたいな。周りはね周りでやっぱりそれぞれになんかこう旅立っていっちゃったみたいなんですよね、多分子供の頃自分がリーダーとしてこ うまくいっていたメンバーとか もうそれぞれこう大人になるにつれてそれぞれやりたいことが変わってっちゃったりとかして、ずっと同じにはいれなかったみたいな、すごいなんかだから寂しかったんだと思う、自分の地元に居座って同窓会主催してるけど、どん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 同窓会出席せんくなってきて、いつの間にか同窓会一人になっちゃったみたいな。本当そんな感じで、やっぱりそのすごく寂しかったみたいですね、その日に思い出すと。すごい寂しそうな顔。結構うまくいかなかったっていうこうメッセージを送ってる。ね、なんかその最後のメッセージのところはすごくこう身軽に2つのことをこう、はい、2つのコインを持って、で無限マークの中にコインが回るみたいな、はい、でもこの人すごい足取り軽いですよね、何か2つを持っても足は空いてるじゃないみたいな軽さなんですよね。だから本当にこう自分を自分で縛りつけちゃダメっていうメッセージがすごい見えるんですよ。だから固定概念に縛られたりとか、できないはずだって決めつけて行動しないみたいなことはもったいないっていうのを伝えたがってるみたいですね。やるか。じゃあちょっとごめん、あの麦わら帽子かぶって世界旅してくれ。海ですか、もしかして。インインティライミの方かもしれないです。いろいろやっててもやらないことって結構言い訳だったりすることも多いんで、いろいろやってかなあかんすね。この方の分までね、誇れるようにしたらなとね。ありがとうございます。好きなタイプの建前と本音でいきましょうか。はい、建前と本音と思いながら一番ピンとくるカードを選んでください。はい、じゃあ開いてみますね。はい、建前、建前からいきます、はい、じゃあ建前の方こちらですね。あ、またなんか運命のカード。なんか好きなタイプはなんかもう決まってるんですみたい
な感じの見せ方をしがちなんですよ。あ、建前。建前像をどんなタイプの人が好きですかって、こんな人みたいないう答えが用意されている。用意してます。確かに。あの、頑張ってる人は好き。うん。っていうのがよく言いますね。それ努力してる人好きなんで。建前なんですけど。これ建前なんですね。はい、あの、本音は、運命だから、そういうのって。はい、うん、タイプとかじゃなくて、タイミングとか、はい、だよね、みたいな。何て言うんですかね。本当に、その、なんか、相手の特徴とか、相手がこういう人だから好きとかじゃなくて、本当に自分が人生の中でタイミングとして出会う人、っていう人を自然と好きになるみたいなところがあって、実際はタイプはないみたいですね。そうなんですよね。運命に身を任せている聞かれるからそういうものをこう作るわけだって、なんか答えないのもこうコミュニケーション上なんかちょっと会話止まるしダメだなと思ってそうしてますけど、確かになんかあんまり考えてない。なんかだからあんまりなんか見てもタイプの人ってないですね。タイプなんか何かを求めるはあんまりない。あんまりタイプがなさそうなのが本音のところです、うん。ただあの一緒にこう自分と楽しんでくれればそれでありがたい限りなんで、実際なんかこうオープンにねこういう人が好きですっておっしゃってたとしても、それに当てはまらない人も普通に出会ってしまえば好きみたいなところはあるみたいです、ね。じゃあこれからの好きなタイプ聞かれた時に、頑張る人みたいな感じで言ってる時に、あ、こいつ建前で答えてるなっていうのこの動画を見てる人はね、もう本当お前誰でもいいくせにみたいなそうですね、テンプレ回答してるなあいつみたいな。何か他のことを言ったとして、ああ準備したやつだーってみんなそうして運命の歯車で出会う人はい、ありがとうございます。ありがとうございます。